北海道の人間がこの関西奈良にね突然やってきてっていうのはやっぱりなかなかどう交われるのかなっていう部分あったけど、とっても受け入れてくれるけども、あのそれなりの距離感であんまり干渉しないっていうか、だから住み心地いいのかもしれないですよね。若い時にはあんまり感じなかったけど、この大きな空とかこういう風の空気の流れとかを感じれるところってやっぱりこれからの人生生きていくにはとてもいいとこだなってこう感じたんですよね。私もシングルだからね、まあ、それは人生はいろんなことはあったけども、最終的に今シングルでこうやって生きてるってことはちょっとかなり自分ファーストなんだと思いますよ。でもそれがすごく大事だと思う。もう京都にも大阪にも名古屋にもどこに行くんでもとっても便利で、でもそういう生活から離れた私の中での好きなところっていうのはやっぱりこの辺一帯歩き回ることだって1300年前にワープできるんだよって言ったらみんなえって思いますあの二神山の麓に大津の巫女が眠ってるかもしれないしあーでも太陽綺麗いい景色じゃない。1500年前も同じよ、あの山並みは。なんか自然の中に静かに時が流れてるなっていう感じ。飛鳥村のような昔ながらの景色も外せないけど、今の生活もやっぱりいろいろと私の心を満たしてくれるものがないと私はダメなんで、そういう部分では絶対ここはいい。飛鳥村とかに行ってもすごく心地がいいし、自分で勝手に生まれ変わって戻ってきたんじゃないかなっていう気はしてますもう人生最高に楽しいです